NMB48 リスンプリーズ。ここ以外で調べてください。なんじゃそれ。やつもそれはする。そう、まあ、人間ってそういうところNMB48リスンプリーズ。こんばんは、 NMB48 春子と木下春菜です。こんばんは、 NMB48 夏美こと山岸夏美です。こんばんは、 NMB48 なること小賀なるみです。 NMB48 のリッスンプリーズ、今週はこの3人が担当します。イエーイ、イエーイ。もう29日ということで8月終わりやね。もうそうですね、もう夏休みももう終わってます。終わりますね。宿題は、やばいじゃないですか、うん、まあ、なんかあった時は助けて。はい、はい、じゃあ早速お便りが来てるので読みたいと思います。はい、堺市北区のカリカリ梅さん、男性の21歳です。 NMB48 の皆さん、遠藤さん、こんばんは。こんばんは。はい、いつも楽しく聞いています。いきなりですが、お三人と遠藤さんは告白される方ですか、する方ですか？アイドルとしてはギリギリのトークですが、ぜひ語ってみてください。おー、いいでしょ。ちょっと京セラドームのね、うん、あれがいっぱい来てたんですけど、うん、あえてあえて、はい、感想めっちゃ来てたで、うん、そう、うん、マジか。もういっぱい言ったもんな、なんか京セラドームの感想って、うん、いや、ここ以外でやろ、うん、はい、うん、だからここ以外で調べてください。なんじゃそれ。ちゃうことを話します。なるほど、はい、はい、じゃあ早速、うん、じゃあね、人生経験の長い遠藤さんから。はい、はい、私は告白する方です。でも男の人やから、うん、やっぱり言う方がいいかなって。なんてするんですか、どうやってするんですか。もうね、考え抜いた挙句、はい、付き合ってほしいっていうことをちゃんと正確に伝える。お、言葉でですか。言葉で。それ以外なんかある？メールとか。あー、メールではないかな。直接ですか。直接。おお、えらい。何回ありますか、今まで。あ、ほんまや、何回したことありますか。付き合った回数やな。はい、何回ぐらいやろな。5回ぐらいは告白しましたね。全部成功しましたか。いや、全部じゃないよ、そりゃ。さすがに何回成功しませんでした。じゃあ成功しなかったのはね、でも2回ぐらいあるかな。あー、振られたんや。ってことになるわな。告白してあかんかったら、はい、それは振られるよ。振られる時もありますよね。でもな、うん、されたいねんで。告白ですか。うん、そうですよ。されてみたいよ。男の子からの方がいいよな、絶対に。ってことでなるわ。私はなんかされる方がいいです。そうや、うん、自分はされる方、する方。でもされたことないですよ。絶対それはないやろ。これガチです、ほんまに。15年間生きてきて、うん、告白されたことないし、告ったこともないです私。じゃあ綺麗な状態や。何やねん、綺麗な状態よ。いや、なんか言葉がそれしか出てこない。綺麗な状態。綺麗です、綺麗です。新品です。なるほど。新品、はい、サラです、サラ。でもされたいねんな、告白。されたいですね、はい、世の中の男子の皆さん頑張って。夏民は？夏もうされる方。だって直接言ってほしい人で。そう。なあ、なんでなあ、あんなに育児なしなの。なあ、思う。なんかメールってなんかほんまか嘘か分からへん。そうやね、うん、なんかたまに友達とな遊びでやって送ってくる、うん、おるおるおる、うん、それであら罰ゲームとかで、そう、あれ嘘やでみたいな、うん、もう怖いです。それがめっちゃ、うん、春菜はされる方かな。うん、されたことありますか。ある。でもなんかまだ中学生やからさ、されたことあるって言っても小学校から入ってるから。あ、小学生の時になんかお道具箱の中に手紙が入ってた。かわいい。そう、誰かわからんねん、しかも名前書いてない。へー、で終わり。でも春菜はする方でもある。へー、好きやったら言ってこうへんかったら、うん、好きっていうのを直接言わへんけど、うん、めっちゃ態度で表す。あ、それでなんかそう、それで向こうから言わすようにし向ける。夏もそれはする。そう、そんなことされたことありますか。ないです。ないです。俺の話聞いてたか、最初の話。全部自分から言って。そうですね、そうですよね。ないんですよね。ないんです。ないんですよね。OK、はい、です。はい。あらら。はい、じゃあこれでこの話終わりです。はい。この話終わりです。はい。堺市の羊さん、NMB の皆さん。半沢直樹さん、こんばんは。ドラマじゃない、半沢直樹さん。ほんまや、ドラマや。
遠藤さんのことですかね。ですか。まあいいや。まあいい。はい。あ、そういうことですか。半沢直樹さんのモノマネを遠藤さんができるから、やってほしいな。半沢直樹さん、あ、じゃあこれはぜひ期待に応えてもらおうと思います。はい。やられたらやり返す。倍返しだ。なんか見てないから分からない。見てんの？見てる。俺今の流れ完全見てるやと思ってた。あるちゃんドラマや言うからさ。うん、見てないです、ね。見て。はい。第一部まで。はい、見ようと思います。多分分かって、はい、見てる人は分かってくれたと思いますよ。うん、そうですね。はい、じゃあ置いといて、はい、マラソンブームの波に乗って走ってみようとシューズを買って走ってみましたが、暑いししんどいし無理でした。皆さんが今までやってみたもののすぐやめてしまったことって何かありますか？はい、いや、なるみは飽き性なんですよ、うん、だからやろうと思ったことは三日坊主です。すぐ終わっちゃう。例えば何しようとしたん？腹筋。腹筋夜、うん、腹筋しようと思って、うん、2日間ぐらいして、あ、でももうしんどいしめんどくさいし寝ようってなるなる。夏もでも腹筋しようとしてて、うん、やめた。もう腹筋は定番やんな。腹筋めっちゃ定番。人生で1回やろうと思うけど、もう3日ぐらいであれやってない、飽きるみたいな。そうやね、うん、はい、そうですね。じゃあ遠藤さんは。僕はね、はい、フットサルのユニフォームを作ったんですよ1回。おお。何回か呼ばれて参加してて、はいはい、でそこからそのオファーというかね、やろうぜやろうぜっていうのが来て、はい、で一緒に作ろうユニフォームってなって作ったんです、はい、結構かっこいいの、名前も入って、はい、おー、うん、いいですね。 でも、まあ、今年みたいに、はい、あ、暑いな、ちょっと外出ると大変やなとか、巻き爪痛いな、ボール蹴ったら足痛いな、巻き爪痛いなみたいな感じになって、はい、1回断り2回断りしていると、はい、もうフットサルへの熱も冷め、はい、でこの前あの実家に置いてんねんけど、その服を、はい、実家で発見したのがもうくしゃくしゃになってて、背中 の、 あのネーミングのところ、はい、ネームの部分も、はい、あの熱でくっついてパリッパリになってて、うわ最悪や。グッてやったら遠藤がバイッて破けるみたいな。もうユニフォームボロボロみたいなね。ああ、もうフットサルを、すぐ、はい、はい、諦めちゃいました、ね、諦めちゃいました、ね、はい、人間ってそういうところありますからね。ありますね。ありますよね、うん、あります。あ、ありますからね。はい、夏民は。夏はあの資格の勉強しようと思って、うん、こう教材とか取り寄せてんけど、うん、めんどくさくてやってない。取り寄せたのに。そう、1ページやってやめちゃった今。あららら。1ページだけなんや。そう、うん、ちょっとやらないとと思ってるけど、なかなか手が進まん。そうやな、うん、まあ、人間ってそういうところある。そうですね。なんか達観してるな、このはるちゃん。すごいな、いっちゃん年下のはずやのに。そうなんですよ、なんかね、うん、疲れてますよね。疲れてんな。はるなは、はるなはまずやろうと思えへん。気持ちだけ持つんでしょ最初に。あ、だから、うん、今年のその夏休みの宿題も、うん、いつもここに NMB に入るまでは7月の間に全部終わらせるタイプやって、そう、遊びたいからもう後の全部は、うん、そういう性格やったのに、ここに入ってからなんか逆にだらけて、なんかよし宿題しようっていう気持ちだけはあるけど一個もしてない、うん、なんか断れる理由があるからじゃないですか。あ、なんか先生に、あ、私は忙しい。最悪やん。最悪やんそれ。ちょっと、いやでもそういうのは言ったことない、うん、あのやってますって言ってる、やってるんですけど、 あとあの1ページが終わってなくて。めっちゃ長い1ページ、うん、そうそうそう、そう言って、はい、決してこの仕事を理由にはしてない。はい、それだけ。でもここに入ってからだらけたって言うたよな。言いますよね。そうなんですよ、なんやろう、ちょっと自分に甘くなった。いや、もともと甘かったんですけど。はい、終わりということで、はい、終わり、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございます。それでは今日は NMB48 オーマイガータイプ A のカップリング曲を聴いてください。 NMB48 白組で決勝。 NMB48 オーマイガータイプ A のカップリング曲、 NMB48 白組で決勝でした。さて、このコーナーでは皆さんからのメールを大募集しています。 fmosaka.net にアクセス、集まれミュージックコースターのホームページに NMB48 のバナーがあるので、そこからいっぱいメールしてください。待ってます。そして10月12日と13日の 2days 大阪城ホールにて NMB48 3rd アニバーサリースペシャルライブを開催します。こちらもぜひぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。詳しくは NMB48 のオフィシャルホームページをご覧ください。
NMB48 のリッスンプリーズ。 NMB48 春子と木下春菜と NMB48 夏美子と山岸夏美と NMB48 なること小田成美でした。また来週。はい、最近ね、なんか春ちゃんがどんどん大人びてきてね、また中学生やねんけど、うん、もう昔からそんな感じだったんですけど、よりなんかね、手のひらコロコロ感が拍車かかってきたみたいな、ね、お姉さんっていう感じがしてきましたね。やられてるな、もう傷をえぐるようなこと。え、何ですか？そう、あ、はい、モノマネ、やってください言って、期待に応えてもらわないと言って見てへんのかいみたいな。まさかのオチでしたね。さすがです。やりましたね。そんな感じでね、盛り上がっていただきましたけども、ちょっとさっき聞いた情報でございますが、神戸コレクション、サヤネート、ミルキーとアカリンと、それからナツミンが登場されると、いうことですよ。まあ10月12、13はね、初の大阪城ホールワンマンもありますけども、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。ということで来週もお楽しみに。